台湾料理。台湾料理は台湾で食べられる郷土料理、外国の料理を台湾風にアレンジしたオリジナル料理の総称。もともとオーストロネシア系の原住民が住んでいた土地に16世紀頃から中国の民と清の漢民族が開拓民として中華料理を徐々に入植し、今日のような台湾料理のベースを形成してきた。また、その間に数度にわたり、 かなりまとまった期間、オランダや日本などの外来政権に統治されるといった経験を有し、中華圏以外の料理法も取り込める。台湾料理についても、これらの歴史的経緯を反映し、今日までの400年余りの歴史の流れの中で、徐々に出来上がっていった料理である。今の台湾料理や外来である中華料理が主流になっている。これは、 アメリカ、カナダ、オーストラリアのように移民が多すぎて、元々の台湾原住民たちの料理が郷土料理となっているためである。そして、50年間の日本支配時代を渡って、日本料理も台湾民間に広く普及されている。中華料理も日本料理も、中国と日本の本来の様子から離れて、台湾独自の進化を遂げた。台湾料理の中華料理部は、 中国の福建省の郷土料理に、アモイ、泉州、長州に由来する福建料理が混ざったものが伝統的に作られており、例えば料理に芋がが添えられる点を、福建系の人々の食習慣の栄意として指摘している資料がある。一般にはこれらの様式の料理を指して、台湾料理、大祭と呼ぶ場合が多い。また、福建省出身の開拓民と同時期に、 台湾に渡ってきた関東省東北部出身の家の料理も今日の台湾料理根底の一部を成していること。さらには戦後国民党軍が中国大陸各地から兵士などと共に一流のコックを連れて渡ってきたことでも知られており、香港などと並び大陸のものよりさらに洗練された形での中国各地の料理を楽しむことができると言われている。さらに台湾料理には 日本料理部もある。日本統治時代に日本料理の影響を強く受けたこともある。今の台湾でもおでん、台湾語、や天ぷら、台湾語、刺身、台湾語、寿司、味噌汁、台湾語、カレーライス、台湾語、日本酒などのメニューが残っている。台湾の寿司は、と表記され、握り寿司の他に稲荷寿司や太巻きが一般的で、酢飯の酢は薄めになっている。また、 家庭で、稲荷寿司が作られることもあった。台湾は四方を海で囲まれており、また国内中央部に3000メートル級の山々が南北に縦走しているなど、比較的小さな地域であるにもかかわらず、国内に多様な地形や豊かな自然条件が揃っていることも知られており、豊かな海の幸、山の幸など多くの食材に恵まれている。台湾料理は、復権料理をベースに、 これら台湾でとれる豊かな食材を取り入れ、郷土料理として独自に発展してきたものである。その特徴として、まず、油を多用する他の地方の中華料理と異なり、比較的淡白で素朴かつ繊細な味付けの料理が多く、塩気も全体に抑え気味である点を挙げることができる。また、発火料理や日本料理からの影響も受けていることから、醤油、鰹節、 シイタケを基調とした味付けや、乾物や塩漬けをよく使うといった点も指摘されている。一方で、油で揚げた、エシャロット、ニンニク、メボウキ、コリアンダーなどといった、香りの強い薬味も好んで加えられる。日本料理のルーツを持つことから、日本人は他の国に比べて、食事で困るということは、比較的少なく、中には美味しいという日本人も多い。 食材面では、魚、カニエビイカ、貝類など、新鮮な海鮮食材を豊富に使用すること、タケノコをはじめとする旬の野菜を使った料理が多いと、いったような点が大きな特徴である。また、住民の多くは開拓民としてのルーツを持っており、食材を無駄なく使うといった発想から牛、豚などの内臓や血液を用いる料理も発達しており、鴨の血液、牛の胃腸の糸、 酢、細切り、豚の腎臓の朝油揚げなど、内臓や凝固させた血液を多用する料理が多い。点も、特徴として揚げることができる。地方の食材では、新築の米粉、ビーフン、牡蠣、サバヒー、カラスミなどの海産物、メボウキ、エシャロット、大谷渡り、タケノコなどの野菜、また料理では、台南のタンゴ麺、イメンなどが著名である。また、 肉類では豚肉が中心であることも大きな特徴の一つで、元来開拓民にとって貴重な動力源である牛を食べる習慣はなかった。現在台湾でポピュラーなメニューとして定着している牛肉など牛肉を使う料理は基本的に戦後中国大陸からもたらされたものということができる。その他、宴会料理では、長州料理と同様に深ひれやつの巣もよく、 使われていること、異色道元の思想が深く、漢方薬も料理の材料として用いられることなども特徴として挙げられる。健康上や宗教上の理由から、肉や魚を使わない素食、精進料理も台湾ではよく見られる。日本の素朴な精進料理とは異なり、豆腐やグルテンを用いて作られた素取白魚、素肉と呼ばれる本物そっくりなもどき料理が特徴である。 料理のスタイルで見ると、見た目に洗練された、豪華な一皿よりも、むしろ庶民的な家庭料理を基本として発達してきており、家庭的で素朴な料理が多くある点を、特徴として挙げられる。料理一つ一つの分量があまり多くなく、清しがゆ、おかゆと一緒に食べさせる、郷土色豊かな、粉、小皿料理があることでも有名である。また、古くから、 外食文化も盛んであり、夜市に代表されるような路上の屋台でも多彩なメニュー、小吉を楽しむことができ、これらが台湾の食文化の一翼を担っている点も特徴として指摘される。台湾料理のうち比較的ポピュラーなメニューの例としては以下のようなものがある。台湾語読みが定着している料理名は台湾語発音をカタカナで表記した。 台湾料理で使う麺は、基本的には、カナンの特徴である、ウルチ米を原料とした、ライスヌードルである。ビーフンが代表的であるが、米コケメ、ビータイバ、と呼ばれる太いものもある。これに加えて、カホクをルーツに、福建省から伝えられた、隠し小麦粉の麺も用いられる。多くは、やや太めの麺であるが、日本のラーメンのような乾水を使っていないため、 全体に白っぽいものが多い。麺線と呼ばれるそうめんに似た、極細麺もある。また、メニューによっては、例えば単語麺のように、小麦の麺かビーフンか春雨、冬粉を選択できるものもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。